こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。やっとの思いで打ち上げた人工衛星が宇宙のゴミとなるほどの韓国の宇宙開発能力ですが、陸軍のミサイル技術を応用した衛星発射ロケットの開発に着手したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。陸軍が伝統的地上軍の役割から脱して宇宙力に注目している。国防宇宙力の発展と統合性強化に貢献するための陸軍の役割を考えるということだ。今年11月から米戦略司令部と宇宙司令部が主管する宇宙連合訓練を参観する計画だ。業務報告資料で陸軍は宇宙力の最大使用者であり需要先とし、作戦を効果的に遂行できる力量を保有していると述べた。宇宙システムには宇宙部だけでなく地上部や連結部などがあるが、現在陸軍が推進している感知、軌道、打撃飛散の超連結やミサイル技術を活用した衛星発射体、サイバー作戦などが宇宙力と不可分の関係だという認識からだ。実際陸軍は今年6月、広報地域の衛星通信システムの戦力化を完了した。このため、約180人の衛星関連人材を確保した。また、陸軍本部に宇宙力の企画及び計画を担当するために編成したミサイル宇宙政策チーム4人をミサイル宇宙政策課7人に拡大する作業を推進している。これに加え、陸軍は今年12月に陸軍宇宙力発展基本計画書を発刊し、陸軍に必要な宇宙戦力の中長期推進計画を具体化して来年の予算に反映する計画だ。また合同共犯である合同宇宙作戦と連携し、2022年に陸軍宇宙作戦共犯も発刊する方針だ。陸軍は2025年までにサイバー電子戦概念研究とレーザー武器体系概念研究などを終え、2030年までには宇宙情報統合共有体系と小型衛星地上発射ロケットなどを確保するという構想だ。その後は陸軍衛星統合運営センターを設立し、低軌道戦術偵察や小型通信衛星群れを構築する計画だ。陸軍はこれとともに宇宙連合訓練にも参加すると明らかにした。今年11月、米戦略司令部が主管するグローバルサンダー訓練が始まった。この訓練には、米国、英国、豪州、カナダ、ニュージーランドの5カ国が参加する。核兵器作戦計画の施行と核兵器指揮統制、NC2 に重点を置いて、戦略的抑制と抑制失敗時の戦争拡大統制まで訓練する。来年には、グローバルセンチナル訓練も参観する予定だ。米戦略司令部が毎週主管する宇宙状況認識連合演習で、米国など18カ国が参加する。衛星等の宇宙状況認識戦力を活用し、宇宙領域における宇宙物体の監視や衛星追跡等の訓練を行う。また、来年、米宇宙司令部が主管する宇宙サイバー分野連合及び合同演習シュリーバーウォーゲーム訓練を参観する。米国陸海空軍と国防総省、商務省、交通省は NASA をはじめとする7つの同盟国が参加する。仮想敵国における GPS と衛星通信電波の撹乱、衛星管制施設に対するサイバー攻撃等を想定し、協調対応の練習を行う。それではネットの反応です。基本地上軍の任務もうまくできないのに、無駄なことはしないでください。それより陸軍の水筒を変えてください。国民もまともに守ることができず、どんな宇宙飛行機で宇宙見物に行きたい将軍の発想だろう。頑張ろう韓国。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。